で、8月に入ると企画が、51本ということで動画投稿が一気に増えます。連休があったんで、そこで一気に作って、それを一挙出し入れるって感じでしたけどね。で、再生数は1948、2000いかなかったんですね。で、スキル73ってことで再生時間も悪くないよって。で、2000再生超えてた時も再生時間悪くないよっていう。で、登録者数も3人増えてる。傾向の次はそんな感じ。だからトップのところは落ちてるんですね。249から。この時に、トップが、200切ってるんですよね。簡易書き留めが。じゃあどうなってるのかというと、そこが高くいく、他の人が伸びてるってことですね。ですから、3つ目のところに、2つ目のところにその静岡で引き換算とか、入ってきます。ぐいっと伸びてきてますね、この辺りから。で、養老鉄道の企画書でも、これは多分もう今後出てこなかったんですけど、養老鉄道ターミナル、養老鉄ターミナル、駅完全制覇の旅ですね。この動画の企画説明に、とか久しぶりに3桁で入ってきて、その月見上げたやつじゃなかったかな、これ。っていうのがちょっと珍しいなっていうところだったんですけど、まあ、駅間散歩、静岡で駅間散歩がここで、上位に入ってきます。これが後々、ちょっと聞いてくる動画になりましたね。コメントがなんか活発に入ったんですよね、この動画。それもあって、結構後からぐい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 、底堅く伸びてきたイメージがあります。8月の動画。で、8月は何投稿してたっけな。いい駅から、多分、まさかで駅弁買って、その人だったらそうですね、駅弁買って、で、あ、ロックダウンで県外移動自粛やってた時の伊勢神宮行ったんだ。一応、三重県民だからね、県内の移動だからいいだろうということでね、行ってみたら、もう本当に、これ、お、あの、この写真がね、もう本当に物語ってますけど、参道でしたよね。これいつも観光客がわーってる、これ外宮の方ですけど、伊勢市の駅前の方ですけど、めちゃめちゃ少ないですもんね。で、伊勢、これだろ？これで、時勢を鑑みるって言って。で、あとなんだこれ。いや、山本神社で山本さんと結婚式かっこかいいね。まあ、これちょっと独特な形してますよね。流線形ですけど。ちょっと一時期ガーッと入ってましたけどね。山本さんと結婚式かっこかいいって言って。ちなみにこれあれですけどね。もう古いネタなんで言っちゃいますけど。最初ね、山本さんと結婚式かっこかいいって言ってね。結婚ボタンを押してね、結婚指輪。これ課金なんですよね。課金して、はいってやってね、結婚式終わりましたって言ってね、そこからね、二段落ちでね、あれ、これ山本さんじゃなくて、山本海だったって言ってね、まだ山本海がなかった時期ですからね、山本海だった、これだと山本さんと結婚式かっこかりってしたのにダメじゃないか、あ、ちょうど未改造の山本さんがレベル99がいた、やったーって言って、もう一回やるっていうね、2回結婚式かっこかりやるっていう、そういう二段式の落ちだったんで、それなりにちょっと視聴いじるとよかったんかなというところですね。この後ボケのところ、意外とボケまでたどり着いてなかったけど、意外とそういうボケとかかましてやってたんだけど、あんまりそこまでいかなかったっていう。難しい。この辺りは最近の動画の傾向ではありますね。どっちかというと、つかみ重視ではありますからね、最近の動画。後のところでオチを作っといても、ちゃんとそれまでにお客さんが面白そうかなって興味持ってもらわないと、本当に5秒リリースって言ってたりするんですけど、5秒では面白くは面白くないか判断しても、面白くなさそうと思ったらもう次の動画に行っちゃうっていうのがね、今の最近の傾向ではあるんで、ね、そのあたりとかはね、ちょっと、特にショーツでちょっとそのあたりは力を入れてやってるところではありますけどね。その割には、冒頭5秒ぐらい、ほぼほぼあれですけどね、テンプレ使ってるんで、あんまし良くないのかもしれませんけど、っていうのがあったりします。で、ここら辺とかエコかったですね。この動画は全然伸びてないんですけど、これ、おかげ横丁ですかね、これ、写真のところ。これ、おかげ横丁、伊勢神宮、そうだね、異世界。この頃本当にエコかったっすよね。あと、めちゃくちゃ見にくいな。ね、伊勢神宮が全然人なかったっすもんね、この時。こんな感じだから、いつもここなんて、あ、これ、あれですよ、おかげ、
横丁の方に抜けてく内宮からのあそこですよ。お市さんのところか。あそこがこんだけ人全然いなかったですからね。ほんとスカスカでしたからね。びっくりしましたね。観光バスも全然止まってないしね。なんかもう全然って感じでしたからね。こんなに、背景が映ってることないですからね。島スペイン、今の島スペイン村と同じぐらいですからね。相当ですよ。うん、今のスペイン村の方が多いか。なんだら、昔はね、すぐし、混んでるところに来た人は伊勢神宮に行ってね、長島スパーランド伊勢神宮に行って、空いてるところが好きな人は島スペイン村って感じですけど、今ちょっと島スペイン村ほどすごいですからね、人の入りが。っていうのがあったりしますけどね。で、動画としては、うんと何だった、うん。まあ、8月。何やってた、今、8月やってるのか。うん、で、まとめて養老鉄道の、とか、あと、YouTube のやつをまとめてあげたんですよね。リニューアルして。これ、連休の間を使って、一気に確かね、30本作成とか言ってました。30本分の動画をバーッと撮って、それを30本一気に1日で編集するとかっていう、すんごい編集で作ってやってましたね。結果的に、だから、これ10本投稿シーンの14本とか、そんな感じで結構バーッと出しましたね。で、もう一つ、ここでもね、もう一山作ってって感じでやってました。って感じでしたね。これあたりとか全部、解説系の動画です。なんで、投稿本数は増えてるんですよね、8月。8月の投稿本数は51ってことで、京都極端に増えてます。で、1948。それがそんなすぐに、再生回数には繋がらないというのは、うちのところのミソではありますけど、まあ、その上げとったのも、その YouTube のこいつらの、置き換えですんでね、うん。もうちょっと見やすいようにしようという感じで、置き換えで作りましたよというのがあるんで、73時間ってことで増えてはきてますけど、まだまだこっちの方が顕著で、静岡駅の、やつがここで、トップ3に入ってきます。で、まあ、もう下が見えてるんであれですけど、今後この静岡が、実は再生数を引っ張っていく形になりますよという形ですね。正確に言うと、書き留めとかのやつは別に減っちゃいないんですけど、これが再生数、アベレージを取ってくれるようになってきたんで、ちょっと変わってくるって感じですね。で、会員書き留めて、飛んだ場合、なんだったっけ、機関散歩が入ってきて、養老鉄道のやつが入ってきたけど、まあ、養老鉄道は全体的に、あれでしたね、という感じでしたからね。すいません、ちょっと鼻血が出てきちゃった。ので、ちょっと鼻詰めながらやりますけどね。花粉症今年意外とまだ大丈夫なんだけどな、ちょっと鼻血が。ああ、急に出てきちゃった。ってことで、そんな感じが8月でした。で、9月になると、ちょっと普段と様相が変わります。